はい、皆さんこんにちは。今回は大阪府にございます高槻市にやってまいりました。この町は大阪府の北部にございまして、昔の国名で言いますと摂津の国。現在の町の人口は約35万人でございまして、これはこの町が京都市と大阪市のちょうど中間にあるという利便性によるものでございまして、1970年代になりますとたくさんの新たな宅地が造営されまして、人口が急激に増加、この地域の中心的な町となりました。こちらはどうやら芥川商店街。この辺りは町の中心部、 JR 高槻駅の北口付近。この辺りは結構大きな商業施設があるところ、上の方にはこの京都と大阪のベッドタウン、その高槻を象徴します高層マンションが、いやーなかなか立派。そして目の前の方に見えてまいりました JR の高槻駅。この高槻の町には中心部に2つの駅がございまして、 JR の高槻駅と阪急の高槻市駅、どちらも非常に乗降客数の多い駅でございまして、どちらの駅の乗降者数もほぼ1日平均5万人といったところ。ご覧のようになかなか立派な駅。いやーしかしなかなか長い編成。この高槻の町の一番発展している商業の中心は JR 高槻駅と阪急の高槻市駅の間の場所。こちらには商業地帯らしく、かなり大きな百貨店もございますし、いやーなかなか立派な街。こちらの高槻には江戸時代には高槻藩が置かれておりまして、昔は阪急の高槻市駅の南の方にお城があったそうでございますが、現在は城跡の跡の碑があるのみ。こちらの高槻の地名が初めて歴史的な資料に出るのは鎌倉時代にあたります14世紀頃。戦国時代には三好長慶や高山右近がこの高槻を拠点としておりまして、キリシタン大名でございました高山右近の影響でこの高槻、キリスト教が広がったのがかなり早かった。1581年には日本で最初の復活祭が営まれまして、その後江戸時代にはキリスト教は禁制となりますが、明治になりますとこの高槻、隠れキリシタンの町として有名でございました。いやーしかしこの辺りは本当に飲み屋がたくさん並んでおりまして、この通りの名前は高槻本通り。また江戸時代には JR 高槻駅の北口方面に西国街道という街道が整備されておりまして、大名たちはこの高槻を通って江戸へ向かった。そんなこともありましてこの高槻本当に栄えていた。そしてこちらが阪急の高槻市駅。この周辺では JR と阪急がほぼ同じ場所に線路を敷いておりまして、少しでも多くのお客さんを獲得しようと熾烈な競争を繰り広げております。こちらが阪急の高槻市駅。
そして高槻市駅を出ますと、その辺りには昔の城下町、古い町並みが現在も残っているそう。しかしやはりこの辺りも大変な商業地帯。こちらには城北通り、やはりこの周辺は古い町らしく、こんな感じで結構道が狭い。こちらの通りは国道の171号線。この辺りは大手町と言いまして、昔ながらのお寺が並ぶような高槻の古い町並み。この辺りは昔の高槻城の城内だったようでございまして、こちらにはお城らしいクランクの道、そしてこちらが昔の高槻城跡。こちらには昔高槻城主でございました高山右近の銅像が。高山右近は当時大名でございましたが、豊臣秀吉がバテレン追放令を発しまして、この帰郷の命令を拒否しまして、信仰を守って領地と財産を没収されるという当時の人にとってはとてもショッキングな事件。の時代になりますと徳川幕府によってフィリピンに追放されまして、その地で生涯を終えました。現在は少しの石垣が残っているだけ。やはり都会の平地のお城はなかなか保存するのが難しい。こちらには高山右近がこの高槻に残しました遺産、